大谷翔平選手すごすぎる。大谷っていう漫画が出る、僕は間違いなく50本打つと思います。皆さんこんにちは、上田剛です。エンゼルスの T シャツを着ていらっしゃいますが、はい、このマークを見ない日ないでしょ。毎日大活躍中の大谷選手の凄さについて、ちょっともっとプロ野球選手からの目線で語っていただきたいなと思うんですけど、大谷君を毎日ホームラン打って朝もう俺も朝ね、起きたら大体ヤフーニュースとかパッと開くんだけど、はい、また打ってるってゲーム感覚やな。当たり前のように打つよね。まあ大谷選手のエピソードとか、あのスイング、バッティング何がすごいのかとか、ピッチャーとしてどうなのかみたいな話をお聞きしていきたいと思うんですけど、上田さん大谷選手とお会いしたことあるんですか？ダルビッシュさんとね、トレーニングしてた時にたまたま大谷選手も来てて、でそこで一回会ったことはあって、顔の小ささと体の大きさが合ってないっていうの印象はあるね。めちゃくちゃもうスタイルいいよね。大谷選手のプロ初登板の時、2013年ぐらいの試合、そう、ヤクルト戦、俺2番で出ててバウンドしたんだけど、札幌ドームってマウンド結構高くて、はい、そこにもう大谷選手が立ってる、でっかっと思って、本当に18歳なのっていう、逆にこの球高校生の時投げてたのおかしくない、誰も打てんやろと思って、めちゃくちゃ速かったよ。でもそれまで1年目だから、今は持ってるからね、さらにだからね。その時の成績は、いや多分バントして、多分その後セカンドゴロかなんかかな、多分ヒットは打ってない。ただ今となってはね、一生自慢できるよね、俺大谷と対戦してるからって。しかも大谷のプロ初登板に対戦してるから。毎日メジャーでホームラン打ってる大谷選手のバッティングなんですけど、どう思いますか？本当漫画にしてもいいぐらいの感じだよね。まずメジャーで前半戦だけで32発打ってるんだよ、ホームラン。ホームラン争い1位ですよね今。日本人が野球の最高峰の場所に行ってピッチャーをやりながらホームラン1位でやってるって、もう誰も想像つかないで、考えたことがないじゃんそんなこと。メジャーに行ってピッチャーで活躍することすら難しいわけで、バッターやって今ホームランナンバーワンでしょ、たまにピッチャーして勝つわけでしょ、で盗塁もするやろどうしたんって話だよね。もうほんとすごい、疲れないのかなと思っちゃう。ピッチャーもやってバッターもやってさ、ピッチャーをマジで勝つためにしっかり一生懸命投げて、バッターはバッティングセンターに行ってるような気分で打ってんじゃないかっていう。あのバッティングは技術的に見たらどういう要素なんですか、ホームランいってるんですか？いや、もちろんパワーはずば抜けたものがあると思うし、遠くへ飛ばす能力っていうのは人よりはもう長けてると思う。すごいよ本当に。もうバッティング練習なんか日本で俺も何回か見たことあるけど、明らかに違う弾道が。あの俺もね、バレンティンっていうのがチームにいたから、バレンティンの日を見てもとんでもねえなと思ってたけど、大谷はもっとですね、札幌ドームの観客席バーってガヤあって、その奥にコーンコース通路っていうか、その人が歩くとかあるんで、そこまで飛ばすんだから考えられんよ。ホームランの映像とか見てると、アッパーというか、あ、それは飛ぶわなみたいな、素人が見てもこれはもう理論的に飛んでくんだろうなみたいなスイング、綺麗なスイングして、でも大谷選手は自分が持ってる最大限の飛ばす打ち方をしてくださいって言ったら、あの打ち方にはならないと俺は思ってる。日本のバッターって見たら足上げてグーって溜めて一気にボーンってぶつけていくけど、大谷選手は言ったらほぼノーステップじゃん。足を先についてそこで待ってて、でそっから背筋の力っていうかガーンって持っていくじゃん。でもそれって大谷選手もともと日本にいる時からあの打ち方じゃないから、日本にいる時はちゃんと足上げて打ってたから、メジャーに行ってトップの形をすぐ作って打ちに行くっていう形にしてるから、自分の今までの打ち方じゃメジャーで対応できないと思ったのか、あの打ち方にすぐ変えてそっからバンバン打ち出してるから、ここがすごいよね。そこやってすぐパッて変えれるっていうのに、そのまま結果を出すっていうのがね、すごいなって。あんなバッターなかなかいない、なかなかっていうか見つける方が難しいと思うよ。どういうイメージかわからんよ、俺も聞いたことないしさ、ただ見てるだけでしかわからんけど、打つ形っていうのをパッて作って、あとはバットを出すだけっていう感じで待ってるから、日本のバッターってしっかり始動を早くして足上げて足をゆっくり下ろしていって、その足を下ろしていくときに変化球なのかまっすぐなのかっていう探っていきながら対応していくっていうんだけど、メジャーのボールはそれじゃもう多分間に合わないっていうので、もうパッて先にもう打つ形を作って、いつでもバット出せますよっていう形を作って、そっから160キロ150キロ近い変化球に対応していくわけだから、インサイドの98マイル157とか8キロぐらいの球を簡単にガーンって引っ張って持っていくから、俺考えられんもん、あんなの。メジャーのピッチャーもちょっと怖がってますもん、投げるの。だってあのヤンキースのピッチャーはさ、もうどうしたらいいかわからなくなって、もう4段モーションぐらいしてたやろ、もうむちゃくちゃなことしてたやろ。それぐらい相手ピッチャーをね、悩ませるというか、もうどうしようもね、お手上げだっていうようなね、
感じのバッターだよね。逆になんかあのそこら辺の草野球でやってるふわふわ投げるおっちゃんの方が抑えんじゃねえかっていう。逆にね、今32でしょ、50は打つね。だってまだ前半戦だから、50本打つそうじゃない。ちょっと落ちたとしてもいきそうですよね。メジャーのシーズン最高ホームランって何本？ゴンゾの73本3か。73はちょっとあれだけどね、でも50は打つそうだな。言ったらあれでしょ、ボルトに勝つようなもんでしょ、100m。そんな感じじゃない？ピッチャーやってんのよ、しかも。だから俺はピッチャーと野手の両方分の給料をもらえるべきだと思う。でしょ、2人分トップクラスで働いてますから。そう、しかもエンゼルスにはマイク・トラウトっていうスーパースターがいるんだよ。まずトラウトよりももう大谷だもんね、今。だトラウト選手は多分年俸ね40億近くもらってんだね。もう多分メジャー最高額だと思う。で大谷選手仮に30億だとして、打撃側の方で、でピッチャーでもさ10億って40億やな。45億ぐらいもらわなあかんね。二刀流を振ってやめた方がいい。日本のプロ野球に入る時もそうですし、メジャー行く時もそういう声があったじゃないですか。それでも二刀流をやらせてあげた、日ハムもすごいと思いますし、すごいよね。エンゼルスもすごいと思います。すごい。でもね、あれどっちかにせえって無理だと思うよ。どっちもすごいんだもん。だってでも打撃は絶対やめれないね。まあ、肩とか肘休めるために1年間だけピッチャーやめますとかならいいけど、だ変な話、その例えば4番ライトでとか4番指名打者でとかって出ます試合に、で8回9回に最後投げに行きますみたいな。外野からでもいいし、DH からそのままピッチャー入って投げに行くみたいなね。それもある意味リアル二刀流だよね、そういうのを見てみたいなと思う。1回から8回までは野手としてホームラン2発ぐらいカンカーンと打って、8回9回は160キロで抑えに行くっていう、もう漫画もう大谷っていう漫画が出る。そろそろ俺ももしかして行くかもしれないか、エンゼルス。本物の T シャツだから。ロサンゼルス行った時にエンゼルスのトレーナーされてる方が、日本人の方がいて、いただいてこれ、うおーっつって。デパートみたいなとこ行ってもさ、スポーツショップ行ってもさ、もう大谷選手の犬もめちゃめちゃあるから、とにかくもう大谷一色になってる。ということで大谷翔平選手すごすぎる。ホームラン何本打つか皆さん予想しましょう。コメント欄にどんどん書いてください。僕は間違いなく50本打つと思います。大谷選手の活躍を楽しみにしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。